刀の唾を模して鋳造したと言われる銅線であり、幕末期の地方貨幣の一種であり、八揮線ともいう。秋田燕線オー,ナーは織江奉行により、関東唾を模した佐竹家に伝わる唾が異象化され、鋳造された銭下であり、表面には、四ゆの法王、またはこの地方名産の被害鳥とも言われる模様が、出され、裏面には、八揮の模様、側面には、 文久年間を示す、旧の極印が打たれている。法王の尾の長さにより、長尾、中尾、単尾に分類され、また、ムカデを彷彿させるもの、ヤスリ目仕上げの、コもん及び表面を滑らかに仕上げた、微生と呼ばれるものも存在する。長尾が、前期中造とされ、中尾及び、コエモは、やや少なく、微生及び、ムカデと分類されるものは希少である。 写真のものは、長尾である。下平面の表裏の規定については不明であるが、制作から判断すると、長尾では、鳳王図が表となり、単尾では、白血図が表として作られていると考えられる。両目は12から15問目、程度、縦1寸7分合輪、横1寸6分程度で、波銭と同様に、兄道山加護山吹文書の銭座で鋳造され、 アニ兄ザン酸室の銅が使われているため特有の、赤葛色を呈している。百分線であるとする文献もあるが、秋田遠隔誌及び、秋田貨幣誌に、極印道久し出し孔目方十文目をも、と百千台に商用を飾るごととあり、すなわち津波線十文目をもって百分通用とした、ことになり、そうであれば、氷量貨兵的な使用であったことになる。鋳造期間は、 文久三年慶応三年、鋳造工は不明である。元より幕府許可によるものではないため、覚書程度の記録も焼却されたものと推定され、公式な資料は残されておらず、鋳造目的など詳細は、不明な点が多い。しかし、同室の告示する飽きた意図される天保通り宝が、多く存在し、薩摩藩を呼び、土佐藩と同様に、天保通り、 だかひそか意のための偽装工作とも考えられる。ありがとうございます。